私が言った範囲のことは全てできるようにはなると思います。楽器の練習はなかなか家でこう音が大きいとできなかったりするんですけど、そういう時はどうやって練習したらいいとか、ある程度、最初の方、基礎で言うと、バチの叩き方であったりっていうのはしっかり叩かないと練習にはならないので、もうしっかり音が出せる環境、これがカラオケボックスだったり、どっかそれが外であったり、ここね、おそうか、レンタルもあるのかとして音を出せる環境を作る。あと忍び駒って言って、その音自体をちょっとこうミュートさせる小物があるんですけどね、そういうのを使ってもらえれば、その音自体は出なくなる。今度曲を覚えるって言った時に、左側で、バチの動き方、もちろんこの叩きっていうのも入ってくるんですけど、そんなにこっち側を叩かなくても、ある程度基礎が身についたレベルではこっち側の練習をするであれば、そんなに大きな音を出さなくても家で十分練習は可能なことはあります。